甘いスイーツのお時間ですよ。胸が高鳴りますね。お待たせしました。おあ、ごめんなさい、失礼します。ありがとうございます。なんとお待たせしました。ありがとうございます。なんか嫌そうじゃないあのもうちょっと新鮮なリアクションをお願いします自分のでルリルリお待たせしました。あ、ありがとうございます。いいんですか、いただいちゃって。後ろから失礼します。 ありがとうございます。なんでちょっと鼻声になってるんだ浅倉さん、お待たせしました。あれあれなんか一人だけ扱いが雑じゃないですか。格下認定されちゃいましたね、これは。さあ、というわけで今ウェイトレスさん出てきてくださいましたけれども、なんと今日はスペシャルゲストとしまして、最高位戦日本プロ麻雀協会、そして YouTube のひなたんのするしないを、はい、放送されております、ひなた愛子プロに来ていただきました。すいません、今日はデザート届けるためだけに来ました。ありがとうございます。遠路はるばる。これめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、どこの何なんですか。え、買ってきたんじゃないんですか。いやいや大人に持たされただけで自身ではこれが何ていう商品なのかもよく分かってません。美味しそうだよね、これ ねこれすごく分かるか皆様に伝わるか分からないんですけれども、シュークリームの中にプリンが入ってるシュープリン、ゴーさんの好きなもの詰め込みましたみたいな商品ですね、はい、ありがとうございます。最高ですね。にちょっと蜜がかかっているような、そういった商品です。あ、もう今すぐにも食べたいという感じですね。じゃあせっかくなんでみんなでいただきますして食べていきましょう。いただきます。いただきます。さて、こんな感じでもうなんか中年たちがこんな感じです。中年たちがこんな感じです。全員中年ですよね、だってね。え、ひなたさんは甘いものはお好きですか。大好きです。え、かわいい。しかも何一つかわいいこと言ってるでもここの皆さんよく甘いもの食べてますもんね。船長が特にやっぱり、うん、船長だって甘いものでできてますもんね。そうですね、はい、一応船長の食レポ、食レポもう食べてるでしょ食べてますね。どうですか。放送事故ですか。うん、プリンとシュークリームですね。こんなひどいことあります。いいもの食べてもらうのがもったいないぐらいですね。おいしい。おいしいですね、はい、めちゃくちゃうまいじゃないですか、ね、石橋さんがね食べるのいつも早いんですよ、うんうん、もう半分いっちゃってますもんね。ご飯日頃食べてないんですか。そんな、なんか家庭でひどい扱い受けてるんで。食べてます。食べてますよ、はい、心配になりますね。下にガチでプリン入ってるじゃないですか、これ、うん、美味しい、見えます。誰一人こういうことしないですね、うん、このちょっと、はい、もう食べたい。ど素人なんで、ただ欲望のままに食すみたいな。そうです、そうです、ちょっとすごいね、食レポスペースが狭くて、ね、お皿ないから。シュー生地はかなりふわふわ系ですね。すごい、さすが、さすが YouTuber。 君たち何回やってんのこれ。で、黙々と食べてましたよ。結構甘めですけど、私こういう味大好きで、なんかクリーム多い割にはさっぱり食べれますしね。お父さんどうですか。え、これ甘めなんだよ、普通かと思ってた。ちょっとお味覚がおずれにならない始まりですね。そうですね、ちょっと。でもこれであれですね、日向さんがいらしたんで今5分の4最高位戦ということになりましたね。あ、本当だ。はい、お父さん一人ぼっちですよ。最高位戦、最高位戦、ミュウ、最高位戦、最高位戦なんで、あの一番先輩なんで大丈夫。ああ、そうですね、確かに。なんかその団体の話とかして大丈夫ですか。大丈夫ですかね。僕最高戦21期生なんで。あ、お先輩。そういうレコペもしなきゃいけない。それで何でしたっけ、何か猥褻事件でも起こして首になったとか。それは使えねえだろ。すいません、嘘でも本当でも使えないよ。でもどうですか、あのゴーさんはこうプロ歴長くなってきて、周り後輩多くなってきたじゃないですか。昔と扱い変わりました。うん、うん、だんだん扱いづらそうになってきてましたね。コウさんって扱いづらいですか。扱いづらいんじゃないですかね。でも結構周りそんなコウさんにペコペコはしてないですよね。ペコペコはしてないですね、うんうん、ただ絡みにくいなってことですか。うん、
なんかよその団体のなんか昔からいる風の人みたいになってきたんで、うん、でも全然なんか見た目が老けないから、そうですね、正直よく年齢が分かんないですよね、見ただけだと。今おいくつでしたっけ？42です。あ、唯一の40代。でもやっぱり若く見えますね。そう、まあ、42よりは頑張って若く見えるように、うん、頑張ってることあるの？何頑張ってるの？私言っていいですか？太りすぎないように。知ってるんですよ、小林剛選手の秘密を知ってる。何でも怒られるかもしれない、もしかしたらカットされるかもしれないんですけど小林さんはカメラでこう上半身バストアップが映るときにこっそりお腹を引っ込ませますで、こうお腹を引っ込ませてちょっとこうお腹出てないよっていうアピールをいつもされてるっていうのを聞いたことがあります。事実ですか？たまにあ、確かに入場の時なんかそうなってるけど、すごい胸を張ってこうお腹をへこましてる。もう今度から M リーグそこ見ちゃうじゃないですかでも最近胸がでかいって言われてどうしたらいいんだろうって、おっぱい成長するっていいじゃないですか、教えてパイレーツなんでパイだけに日向さんどうですか、このパイレーツの3選手にそれぞれどんなイメージ持ってますか？はっきり言っていいんですか？あ、もう聞きたいです。まあ、郷さんがロボで感情に欠けてる、はい、で石橋さんはなんか家庭が可愛い奥さんもいるし潤ってる。で朝倉さんは、対人がうまくできないっていう、本当みんな見てくださってる皆様が思ってる印象をそのまま、多分そうですね、多分合ってますね、それで。今これ始まってから全然喋ってないですよね必死に食べただけですもんね、今のところね。ごちそうさまでした。美味しかったですか？美味しかったですすいません、お皿奪っちゃって多分ね、これ私のお皿ができたせいで多分あさみさんのお皿がなくなってしまったんだと思います。いいんです、それもまた良しですよね。 僕がこういう扱いが一番いいんですけど。ガチへこみですすぐ泣くんでしょ、この後泣かないです。泣かないです、泣かないです。普段から泣き虫なんですか？いや、でも年取ったら結構その感動系のやつでちゃんと涙が出るようになりました。わかります。え、ゴーさんないでしょ、そういうの。ないですね。初めてのお使いとか見たら泣きません？え、あれ泣くやつえ、泣くよね。泣きますね。CM とかでも泣きます何の CM で泣くの？ただの情緒不安定なんかこう、母と子のこう、なんか子供を抱っこしてるような保湿クリームのやつとかでちょっと泣きやちゃんのお尻に優しいみたいなのでもう泣けちゃう。ちっちゃい子いればね、それもちょっとわかるかもしれないですよね。うん、いや、分かってないえ、じゃあ小林さんが最後に泣いた思い出、あの麻雀じゃないですよ、本当に涙流して泣いた思い出は。泣いたことあるんですか？いや、全然覚えてないですね。目にゴミがぐらいでしょ。あ、そうそうね、支障が出た時ぐらいですよ。ないんですか？痛くて泣いたとかもないんですか？あ、そういうのなら痛くて泣いたもないんじゃないかな。うん、へえ。注射とか見てる派なんでこうやって見てる。もう痛い痛いって入ってる入ってるみたいな、うん、怖い昔からそうなんでね、うん、じゃあ石橋さんが最後に泣いた思い出、はい、いや僕はなんか見たりして泣きます。何見てるの？いや、なんかよく覚えてないですけど。あ、涙映画とか、うん、映画とかあんまり見ないけど、見ないじゃん、うんうん、な、YouTube みたい。YouTube ってないですか？YouTube ってそれはそれで大丈夫？メンタル大丈夫？ヒカキンさんとか見て泣くってこと？YouTube はあんまり見ないけど。で、M リーグ見て泣いてるもそうですか、じゃあ。M リーグ自分の打牌見て泣くみたいな。もう下手くそ。下手くそ。すごいこれ下手くそ。それでも朝倉さんが2着で戻ってきて泣いたりとかある。まあ、マザー見て泣くことないですね。はい。なんかこのチームはあれですよね、感情表現があまり大きくはないチームですよね。そうですよね、うん、ただ私の印象だと石橋さんはなんかうちにたぎる思いがすごくある方なのかなってなんとなく思ってました。いや、そんなことないよ。マージャン中とかもたぎってんの？マージャン中とかも急にこう、はい、興奮しやすいっておっしゃって、はい、あ、興奮はしやすいです、ね、バーンって行ったりするのが、確かにリーグ戦でもよく見る、うん、そういう意味で熱くなったりしやすいタイプなのかな。それはそうですね、はい。でも怒ったりはあんまりしないんで。あ、確かに、はい、怒るイメージはないですね、うん、切れてるのあんま見たことない。
あのその辺はなんか感情のコントロール、な怒りのコントロールっていうのができる、アンガーコントロールですね。そう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 、大人が、うん、大人かどうかわかんないけど、そんな急に切れてくる石橋さん嫌ですか？怖いですね。大丈夫ってなる。日向さんはどうですか？最近泣いたこと。最近泣いたこと？だから泣いてない。今年泣いてないです、まだ。あ、そうなんですか。うん、今年でもまだ1月17日なんで、つい最近。毎日笑って過ごしてる。あ、でもいつもニコニコされてますよね。うん、全然泣くことない。あ、でも泣くって麻雀の成績が悪かったりしてた時ぐらいしか泣かないかも。あ、だからちょっと浅川さんと同じみたいで嫌だね。ちょっと自分で言ってて嫌だった。でも2着じゃ泣かないですよ、さすがに。3ラスぐらい引いたら泣きますけど、でも4ラス引いても笑ってる人いるからちょっとあれですけど。あの昨年プロクイーン優勝された時は、あ、涙出なかったですね。ああ、もう戦い切ったぞっていう感じなんですかね、まずは。なんか結構毎回タイトル取って泣くのって村上さんとかぐらいですかね。村上さんも最近あんまり泣かないですね。人の優勝とかで泣いてますね、はい、うん、そうですね、よく泣きますよね、うん、感受性が豊かなんですね、豊かな。素敵なお子さんですねみたいな。でも朝倉さんはその高まってその感動とかで泣いたりすることもよくあるんですか？まあ、なんか最近感動で泣けるようなになったかなと、大人になってから。なんかあのもうちょっと若い時はあのこれは泣けるみたいな話を読んでもなんか頑張って泣こうとしても泣けなかったんですよ。よく大人になったんですね。今はもう感じるものが、そう、自然になんか割と涙が出てくるようになりました。病んでるよ、もうそれは。病んでる。自然と涙出てくる。自然と涙出てくる。いやいやいや、この前ちょっとちはやふるの最新刊で泣きました。ああ、泣けますね。ちはやふるはどうしても泣けますね。そういうのは泣けますね。そうそうそう、泣けますね。向こうさんわかんない。知らないっす。なんか聞いたことはあるけど。でも漫画お好きじゃなかったですか？いや別に昔は細かく見てたけど最近のは知らないですね。好きな漫画なんですか？なんかその20年前のジャンプとかですね。え、どの作品？先駆け男塾とかですか？そう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 なの？30年前だ。30年前だね、うん、そのぐらい、うん、ピンとくるルよりいくつなの？すごいですね。そう、男塾とか北斗の拳とかを見てた世代ですね。あ、そうなんだ、あれカラオケとか行ったらあれですよね、セイントセイヤ歌われるんですよ。これをね、この足立さんが何かの番組で言ったせいで小林といえばセイントセイヤになってしまって、どうしてくれるんですか、ちょっと。すごいシャウトされてて、みんなでカラオケ行った時に、うん、そうなのかな。いや、そうでしょ。歌うんだ。ゴーさんカラオケすごいよね。めちゃめちゃうまいよね。この前あの朝ピンのお兄さんからあのゆうせいさんがあの M リーグの記事書いてて、ちょっと質問あるっつって、麻雀の質問の中にセイントセイヤが持ち歌なんですか。なんでそこが聞かれるんだろうって。え、じゃあ一番の持ち歌は本当は何なんですか。なんでしょうね、番組で歌ったのは小田和正ですかね、うん、ちょっと高い系なんですよね、声が高い系ですね。なんか心に響くもん、郷さんの歌ってると。郷さん自体は何一つ響いてないんですけど、郷さんの歌声が周りを感動させるっていう不思議ななんか現象が起きる。不思議ですね。多分歌詞とか全然興味ないですよね。そう、歌詞覚えてないんだよ。なんかすごいですよね。この曲歌詞がいいんだよねって言われてね、あんまり自分が歌ったけど覚えてないことがある。なんでですかね。ボーカロイド。そうそうそう、入力されてるのを発してるだけなんですね。初音ミクさんと一緒だよね。確かに。小林豪華初音ミクか、うんうん、表情も全然変わんないから。そう、変わんない。歌ってる時郷さんがすごく表情変えてるのってあんまり。ただ最近 M リーグでちょっと出てますよね。なんかちょっと M リーグでなんか周りが押し始めた時の位置だとかでちょっと目がいつもになんか2ミリぐらい大きく開いてますよね。なんか放出した時もおーみたいな顔されてますよね。ちょっとなんか人間らしさが出てきた。あの当たると思わない範囲でいっぱい振り込んであれってなることはありますね。でもそれ多分昔からだと思うんで。あ、昔ほど顔をこう抜かれてなかったからってことなんですかね。そうそうそう、番組麻雀番組でそんなに顔映ってなかったんで、それで、で小林は実は表情豊かだみたいになってるけど、うんうんうん、他の人はもっと豊かですよ。そうですね、うん、でも朝倉さんが一番出てないですね。え、出てますよね。めっちゃ困ってる時とかめっちゃ出てる、うん、でも打ってなんかわっちゃー
やってますか。やってます。こうやってやってますもんね。もうというか当たり牌だと思う牌掴んだ時はもう大体死にそうな顔してるんで。どんどん白くなりますよねお顔が、うん、でもあれね、大体当たってる牌の時にはなってるんで、読みは合ってます。どやりたいだけか。夢が合ってて、夢が合ってる。でもじゃあ対局者の人もだんだん顔が白くなってきて、わってなったら当たり牌なんだなって分かっちゃうってことですね。まあ、当たり牌掴んだ顔してるっていうのがバレてるってこと。まあリーチしてたら別にバレてもいいですからね。まあそうですね。もうこの前のアキさんに一発で数ワン打った時とか大体宝珠だなと思いながら切ったんで合ってます。日向さんはこの M リーグの選手の中で、はい、今回初めて絡んだ方とかいました？大体皆さん仲いいんですかね。あ、逆に萩原さんぐらいですかね。あ、番組で一緒になってもそんなにお話しすることないじゃないですか、うんうん、だからそこら辺が珍しいけど、あとはみんなもうすぐどっかで出くわすじゃないですかね。そうですよね。いろんな番組されてると思いますよね。そうですね。仕事でもリーグ戦でも、だからなんかあんまり新鮮味はないですね。でもなんかチームのカラーがあるから、それをこうやってうちの YouTube で見てるから、それはすごい楽しいです。だからここは、うん、あれね、仲良さそうで、すごいなんか、いいチームだなって思うんですけど、なんか綺麗にまとまってる感ありますよね。おのおのが収まるべきとこに収まったなみたいな。そうですね。うん、あれ、そうですね。すごいまとまってらっしゃって。でしょ？はい。すごくいいチームだなって思うんですけど。うん、だってこう。小林さんが急にドリブンズとか言ったら、ちょっと多分テンションが無理ですよね。いやでも横で座ってるだけです。おー騒いでるなーって見てます。トップ取ってきてわーみたいなのはあんまりイメージないですもんね。まあ肉離れするイメージないですもんね。あ、でも運動会前麻雀プロの運動会って企画があって、古傷大丈夫ですか？古傷はねダメですね。時たま痛みます、うん、普通に怪我しましたもんね。ゴーさんだってリレーで開始 2,3 秒後にもう倒れてたんですよ。はい、何と戦ったのか分かんないんですけど、あれはフライング仕掛けてその転んじゃったんですよね。そうそうそう、よーいドンって言ったその直後に転んでましたからね。そうですね。まあ、あそこすでにリレーの前に一度転んで手を痛めてたんで。ただあれはすでに2度目だったんですよ。そんなのもありましたね。日向さんはスポーツはどうなんですか？何もできないです。帰宅部だったんでずっと。スポーツなんかできそうですけどね。スポッチャ行って、私も開始 2,3 秒でなんかバスケやろうよって言って、人の足踏んじゃって足くじいて、もうそこから動けなくなったんですよ。帰宅3時間バック買ったんですよ。やる気満々で、ね、2,3 秒後にもう横のベンチでこうやっ て。でも私がいなくなったせいで3対3できなくなっちゃって、もう解散です。もう解散、マジで終わりみたいな。あったぐらい運動はできない。意外です。郷さんのことあんまりバカにできない。意外です。できそうです。うん、石橋さんは水球部だったんですか？はい。水球ってめちゃくちゃ体綺麗ですよね。水球の選手とかって、うん、います。いや、すごい綺麗な水球やってる人って。それともスリーブに逆三角形がすごい多くて、うん、しかもめちゃくちゃちっちゃいパンツ履くじゃないですか、うん、そうそうそう、だから自信がないとできないんですよ。ちっちゃいパンツ、自信はなんか体に自信あってやったわけじゃない。なんでやってたか分かんないんですけど、ね、に近くなるような、はい、いや中学の時に水泳やってたんですけど、進学した高校がスポーツめちゃくちゃ強い高校で、千葉県の八千代高校、県立八千代高校でサッカーとか全国選手権とかよく出てるんですよ。すごいですね、自慢なんですけど。僕が出たわけじゃないけど。そうそうそう。で、泳ぎが遅いと、ある程度速くないと水泳部になれなかったんですよ、男子は。ああ、もう選抜すでに入る時点でされるんですか？そうなんですよ。なんで、まあ泳ぎたかったら水球部ですって言って、あ、じゃあ水球やりますって言ってそれで入ったんですよ。で、まあマイナーなスポーツなんで、もう出るだけでベスト県でベスト16上行けるんだ、はい、でもいいですよね、高校時代ベスト16だったよって言えますもんね。そうなんですよ、まあ毎回そう言ってますね。はい、県でベスト16でした。かっこいい、かっこいいですよね。3年間やられたんですか？3年間やってましたね。ただ3年目は結構麻雀もしちゃってて、
はい、じゃあその美しい体を生かす機会は今はあまり、そうですね、もう無理ですね、はい、いや当時と、まあ、体重11キロぐらい増えましたけど、まあ、多分なんか筋肉も落ちて実質多分もうちょっと体脂肪率的にはいってそうですね。そうそうそう、うん、石橋さんっておっぱいの位置低いですもん何の話してるんですか垂れてるってことですか。下がってきてますもんね、なんかスーツ越しでも分かる位置にセクシーセクシーですねあれ違います、どこ見てんすかポジション見てますちょっとユニフォームユニフォーム写真撮った時にちょっと透けてたみたいなでしょ、ありますよね、はい、ありますね、すいません、スーツだったんだ、はい、わがままボディなんですね、まあ、そうですねで、はい、あの小林さんはあの柔道部でしたっけ。柔道部ですね。柔道部、人投げてたってことですか。まあそうですね、もう人投げないで何に投げるのか郷さんが感情的にならずに人を投げてる、ちょっと面白くないですかあの、まあ、正確には足を取って倒したり首を絞めたりしてたぐらい首、え、首を絞めるんですか。首を絞めたんだ。寝技、そうそうそう、あ、寝技ですか。柔道の技で、うん、抑え込むか絞めるかがあって、え、じゃあ得意な技は、ね、何になるんですか。多分ね、足をかける相手の予想しない方向に足をかけて倒すって感じですね。今のジャンプとかも見て合ってるよ。なんか背負ったり投げたりとかではないんです。転ばせるみたいな。ダイナミックじゃないってことでしょ。8000点レベルじゃないってことでしょ。1000点2000点ってことでしょ。細かいことを合ってる、今と合ってる、足払いみたいな感じですか。そうそう一回どっかでやってって言ったら今もできるもんなんですか。できると、じゃあ、あの足払ってもらってもいい。見たい。いいですか、ちょっと足払っていただいて、せっかくなんで広いスペースがある。なんていう技かも怪我しない。倒れちゃうから、うん、倒れちゃうから、そう、脳震盪起こしちゃうかもしれないんで、そんな泣いちゃうから、アサピ見たかったですね、うん、いつか、あの、じゃあ機会があったら教えてパイレーツでどっかでやればいいでしょ。あの、むしろファンミーティングでファンの人投げてほしいんじゃないですか。女子、はい、あの、小林剛に寝技をかけられる会社で撮影に行くんでぜひ呼んでください。そしたら林号に首を絞められる会何にはたまらんですよ。そうですよね、寝技かけられたいですよね。そうですよ、布団を敷いてほしいちゃんとじゃあ布団敷いてるとこに足払い行けるじゃんみたいな。いけないよいやこれ柔道着みたいじゃん。いやいや、よく考えて筋肉のつなぎはいけないよ。考えてじゃあ機会があったらちょっと披露していただくということで。いい企画できましたね、はい、じゃあせっかくなんで朝倉さんも部活は何部でしたか。あまりいい思い出がないんでやめておきましょう急に暗くなった。もう暗くなったこんなに楽しい時間を過ごしてきたのに。いや多分ね、自分に回ってきたらやばいなと思ってね、すでに暗くなってたと思います。何があったんですか。いや別に何もないんですけど。学生時代友達とかいました。まあまあまあいました、いました。どんな友達いたんですか。ネトマの友達。いやいやいや彼女とかいたりしたことあるんですか。ないですね。あ、そうなんだ。以上です。現場からは以上です。現場から、はい、もうこうちょっとあのここはカットでじゃあはい、それでは教えてパイレーツ第4弾も以上で終了となります。今回はですね、選手の皆さんに加えてスペシャルゲストで日向愛子プロにもお越しいただきました。非常に楽しい時間でした。せっかくですので、あの日向さんにもまず今日ね、どんな風に過ごしてもらったかっていうのを一言もらえたらなと思います。いかがでしたか。すごい美味しいデザートをいただきましてとても皆さんとも交流ができて素敵な会だったなと思います。ありがとうございます。そう言っていただけたら嬉しいですね。ぜひまた遊びに行きたいと思います。大丈夫ですか、片言になってますありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、事前解説も含めまして、まあ、じゃあ朝倉選手に今日のね、撮影いかがでしたか。うん、ちょっとやっぱりね、女性と喋るのは苦手だったと思いますいつも以上に喋れなかったですね。あの、いつもそんなに喋れてて大丈夫、大丈夫かと思われます。はい、はい、来月もね、はい、次の撮影するときはもうちょっと2月半ばぐらいで、最後の節がね、うん、近づいてるぐらいなので、その時笑顔で迎えたいですね。そうですね、ちょっともうあの、まあ、なんかどんな状態でも多分緊迫はしてるとは思うんですけど、はい、まあ、あのいい緊張で迎えられるように頑張りたいですね、はいはい、ありがとうございます。さあ、それでは続いては石橋信弘選手に、まあ、今日の感想と、そして応援してくださっている皆様に、まあ、これからのですね、メッセージお伝えください。はい、なんかいつもより賑やかで、はい、楽しく収録できましたね。なんかすいません本当にいや、ありがとうございます。すいません
そうですね、12月の次戦解説で VTR 用意するじゃないですか。であんまりいいところがなかったんで、うん、ちょっともうね今月半ばになってしまってますけど、まあ次戦解説でね、いいところをお見せできるように、まあ、しっかりね自分の解説できるように自信を持ってね、マージャン打ちたいですね。はい、はい、楽しみにしております、はい、頑張ります。さあ、それでは最後、このパイレーツの船長と呼ばれている小林剛選手に、まあ、今日一日振り返りまして、そしてこれからですね、見てくださっている皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今日は日向さんがいて楽しかったような気がします。まあそうですね、M リーグの方は結構厳しい状況にありますけども、まあ、ちょっと勝てばなんとかなるというそういう位置にいますので、来月はいい報告をしたいと思います。ご覧くださってる皆様、今ねお伝えした通り、もうシーズンもあと1ヶ月ほどとなりまして、この下位争いから脱出してファイナルシーズンにね突入できるかどうか、すごい大事な瀬戸際のところです。苦しい時もあると思いますけれども、サポーターの皆さんで応援して選手を支えてくれたら、こんなに嬉しいことはないですよね。はい、で実際にこう皆さんから応援の言葉もらうと力になったりもしますか？そうですね、まあやっぱりパブリックビューイングとか実際に会場に行くと、まあいろいろありがたいお言葉をかけていただけるんで、まあパブリックビューイングが入ってない時の対局ではちょっとやっぱり実感できてない重みっていうのはその時に結構伝わってきたりして、はい、頑張りたいなってなりますね、はい、小林選手も応援してくださってるのってすごく嬉しいことですよね。そうですね、ありがたいですね。本当いろんなとこで声かけていただいて、みんな見てくれてんだなって、内容までしっかり見てくれてるのが本当ありがたいんで、今後も見ていただきたいですね。はい、じゃあ石橋選手も先ほどね近しいお話を伺ったんですけども、応援してくださってるっていうことがすごく力になるんだよっていうことを皆様に改めてお伝えしてくださったら嬉しいです。そうですね、やっぱり声かけていただいたら麻雀の話することが多いんですけど、まあ、そこでね、やっぱり自分がいい麻雀をお見せして、まあ、楽しくねお話できるように、残り18戦ですか、はい、はい、全力で打ちたいと思ってます。はい、ではこのようにですね、やはり選手の皆さんも皆様からの応援メッセージお待ちしておりますので、どうぞこれからも U-NEXT パイレーツを応援してください。さあ、それでは次回のまた撮影そして放送日近くなったらお知らせしてまいります。今日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では最後にみんなで手を振ってお別れしていきたいと思います。いいですか、準備は。はい、はい、今日は日向さんも本当にありがとうございました。本当に準備できた、全然手出てこないですけどこんな感じ。はい、はい、それでは皆様今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回。